PC2 版桃太郎伝説ガイデン第1週68から70話目。はい、今日からやさ姫伝説ですね。やさ姫の伝説です。やさ姫の伝説、やさ姫の、はい、黒金さんいらっしゃい。やさ姫ちゃんが大暴れ。やさ姫ちゃんが今日から大暴れです。桃太郎が鬼ヶ島の地獄王を懲らしめてから1年経ちました。すっかり改心した地獄王のおかげで鬼たちは落ち着いた暮らしをしていました。ところがそんなある日、メンデルフィーマンダラフィーマンダラうわ人間に敗れた情けない鬼どもよ、このマンダラ王とマンダラ四天王がお前らを懲らしめてくれるわ。ふへへへへへへへマンダラふへへ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 へられません。10万石祭でした。ここ地下13階にまんたら地獄の鬼がもう間もなくブワッブワッブワッ。エンマ様お下がりください。エンマ様、はい、バーソーさんいらっしゃい。恐るべしまんたら地獄の鬼。10個目さん11個目さんです。あのエンマですら。やさ姫が地獄王に向かって叫んだ。お父様、マンダラ地獄の鬼とは一体何者なのですか。地獄王がゆっくり答えた。やさ姫よ、この魔界には108の地獄があり、我々の地獄はわずか101番目の地獄にしか過ぎないのだ。そしてその8番目がはるか海の向こうのマンダラ地獄なのだ。所詮我々の叶う相手ではない。しかしやさ姫が叫んだ。戦いましょう、お父様。桃太郎さんならどんな時でもきっと戦うはずです。地獄王がやがて重い口を開いた。そうだ、確かにその通りだ。素晴らしい演技力ですね。我々にはまだ桃太郎から教えられた武器がある。愛と勇気が。やさ姫よ、お前を信じよう。アシュラの部屋に行き、共に戦う者を探すがいい。そしてマンダラ地獄の鬼に伝えてくるのだ。桃太郎が教えてくれた愛と勇気を。お父様も行きましょう。共に行きましょう。お父様、お父様の最大ヒットポイントなら絶対にマンダラ地獄の鬼に負けることはありません。残念だな、私はもう太りすぎてこの台座から降りられなくなってしまったのだ。なんですって。そうなのだ、私はもうこの椅子から動けない体になってしまった。なんてこと。そうだった、マンダラ地獄の鬼たちはすでにこの地獄のあちこちに潜んでいます。どうぞお気をつけて、やさ姫様。14、2個目さんに、その前にモード、
なんだって、先週が2回目、はい、モード。ウィンドウの色は黒。作品の演技が続きすぎてコメント、はい、今日この旦那さんに対して姫様、マンダローは鬼ヶ島の上に砦を構えているそうです。上へ向かう途中にもマンダラ地獄の鬼が待ち構えています。武器防具を整えながら上へお迎えください。わかったわ。エンマ様でも太刀打ちできないほどの手強い相手とは。ヤシャ姫様、ご用心ください。おヤシャ、ヤシャ姫様、何とのこの地獄をお救いください。ブラッ。エンマ一人で大変だとはね。カンザシ発見。キビ団子発見。装備するわよ。ヤシャ姫様、アシュラ様の部屋へようこそ。ここに控えているのは皆姫様のお供を願う強者ばかり。しかし地獄王様をお守りする役目があるため、連れて行けるのは3人だけです。この部屋にいる鬼の中からお供を3人お選びください。はい、お供。暗記ですか。暗記しましょうか。じゃあね、ヤシャ姫様、ぜひこのアシュラを姫様のお供に。術も攻撃もお手の物。私の素早い一撃がきっとお役に立つでしょう。どうでしょう、ヤシャ姫様のお供に加えていただけますか。ちょっと待って、みんなのアピールを聞いてから。そうですか。ではここに残って地獄王様をお守りします。はい、続いて候補ナンバー2、ヤシャ姫様、ぜひこの雷神王姫様のお供に。体力こそ少ないですが、攻撃系の術がきっとお役に立つでしょう。投影されて、そう、出発準備が。どうでしょう、ヤシャ姫様のお供に加えていただけますか。みんなのコメントを聞いてから。シエルさんにして。そうですか。ではここに残って地獄王様をお守りします。続いて候補ナンバー3、いただけますか。ヤシャ姫様、ぜひこの風神王姫様のお供に。数々の回復の術と凄まじい攻撃力がきっとお役に立つでしょう。どうでしょう、ヤシャ姫様のお供に加えていただけますか。そうですか。ではここに残って地獄王様の介護をします。続いてお供ナンバー4、カバッパカバッパカバッパ、ヤシャ姫様、この黒ガンプをぜひとも姫様のお供に。素早い身のこなしと様々な特殊攻撃がきっとお役に立つでしょう。ヤシャ姫様、お供に加えていただけますか。そうですか。ではここに残って地獄王様をお守りします。エロガッパ。そしてナンバー5、ハラホロヒレハレー。ヤシャ姫様、僕アラナシは16段になるまでちっとも強くならないんです。僕をお供にするときっと苦労しますよ。ヤシャ姫様、それでもお供に加えていただけますか。そうですか。ではここに残って地獄王様をお守りします。はい、続いて、へへー、俺様は松竹梅のヘンテコリンな攻撃しかできないんだぜ。へへー、俺様をお供にしてマンダラ王を懲らしめるのは大変だと思うぜ。姫様、それでもお供に加えてくれるかい。へへー、へへー、それじゃあ俺様はここで地獄王様をお守りするぜ。へへー。はい、そしてラスト候補、へへへ、私雪だるま。ねえねえ、ヤシャ姫様、どこかにお出かけするの？私も連れてっていいでしょ。でも足も出なさそう。なんだ、つまんないの。私は地獄王の介護なんかしない。和骨です。はい、26個目さん、いらっしゃい。というわけで、ヤシャ姫様、お供と別れたいときは私に声をかけてください。というわけで、アンケタイム、お供に3人に絞られましたね。お供に加える誰をお供に加えるのか。主語がない。雪だるまと誰かな。ヤシャ姫は
誰をお供に加えるのか、加えるのか。はい、アシラ雷神風神ニクライさんへ抜け、2、3、N、K、2、3、4にしますか。2、3、4にしましょうか。そして、黒ガッパ。そして、なんだっけ、塗り壁なんだっけ、あれあれ、なんつったっけ、名前あなた名前なんつったっけ、腹ほろひれあれ、腹出しです。あ、腹出しね、腹出し、腹出しね。はい、じゃあ腹出し、腹出し、2、3、4抜けだと予想つかなさそう。さあ、続いて天の弱、天の弱、はい、そして雪だるまね、雪一番人気になる、笑この、はい、7人から3人ですね。というわけでどうしましょうか。2、3、4に4、4を連れていきますかね。2、3、4を連れていこう。2、3、4、カモンですよ。さあ、そしてはジングルが鳴り終わりましたら、うん、2、3、4で約半分は2、3でトップはどうせ天の弱とか雪だるまとかね、変なのになりそうだからトップ抜けだとあえて苦戦はしない。2、3、4位だと、ね、使えるやつも入るかもしれないということでね。はい、ワッチさんいらっしゃい。じゃあ行きましょう。ダンダランダダンダランダンダランダンダダンダンダンダランダンダンダランダダン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 。はい、結果発表。バーン、風神アシラゼロだよ。おい、腹なし雷神、天の弱、アシュラ、風神君3年、ダルマー、雪だるま3年、風神は一緒に来てくれ。はい、言ったことないでしょ。雷神の代わりにカッパが良かった。わら、わらわら。腹出し雷神、天の弱。腹出し。腹ほろひれあれ。やじゃ姫様。まあこれがいないとね、お風呂入れないからね。腹出しがやじゃ姫のお供に加わった。そして天の弱。天の弱。へいへい、はい、天の弱が八重姫のお供に加わった。あれ、雷神どっちだっけ。これ雷神断りそうですよね使える場合としてはどうですかね。雪だるま、やはり一番人気。雷神は少ないんだね。攻撃呪文か、まだ風神の方が良かったかね。これ変な3人でもクリアできるんですか。どうだろう。どうでしょうね。まあ、途中でこれ仲間、あのネクロマンサーと違って変えられますからね。ヤシャ姫は200両見つけた。ゲッツ。まあ、大臣がいるからなんとか。毒結晶見つけた。ゲッツ。ハコロも見つけた。ゲッツ。おにぎりを見つけた。ゲッツ。地獄地下12階。やさしめ様、ご一緒するお供はもう決まりましたか。桃太郎さんのように仲間と力を合わせればきっとうまくいきますよね。私たちはここで地獄王様をお守りしています。地獄をこんなに守りいらないと思うわよ。お父様結構強いのよ。あなたたちの守りなんかいらないと思うけども、私と一緒に行きましょうよ。
雪だるまや天の尺は戦いでもいきなり何をするか分かりません。夜叉姫様に苦労をかけるかもしれませんよ。ちょっと心配だな。私も心配。守ります。働きたくないでござる。マンダロウは鬼ヶ島の上に砦を作って攻め込んできたそうです。助けてください、夜叉姫様。羽衣を使えば最後にセーブしたところへ戻れます。疲れた時は無理をなさらず戻ってきてくださいね。遊び人がまあ二人だね。夜叉姫様ご存知ですか、天の尺、黒ガッパ、雪だるまは武器や防具が全然装備できません。仲間に武器を持たせたければこの3人をお供にしない方がいいですよ。もうしちゃったわよ。あ、腹出しはできるの、腹出しは。違う、この階のどこかに戦いに役立つ道具が隠されているそうです。ある術を覚えると手に入るらしいんです。夜叉姫様ならいつかきっと手にすることができますよ。え、12階に何か隠されてる。天の声を記録するかね。どこに記録するんじゃ。うん、確かに記録しておいたぞ。天の声を聞いておくかね。夜叉姫一番長いよね。まだ道具持ってないからそこまで長くならないか。わお、わお、まだ来るよ。すごい長い兵庫店ね。マンダラの鬼たちはこの上の階まで攻め込んできています。夜叉姫様、どうかここでしっかり旅支度を整えてご出陣を。分かったわ。あ、さっきの言わんとこね。あ、マーク書いてる。これアシュラ専用、アシュラ専用。これは何、鬼専用、わらじ専用みたいな。いらせられませ。この店は夜叉姫様の装備が整いますよ。何を求めですか。つげのかんざしと振り袖で200両。もう終わっちゃったね。つげのかんざしですね。前借り、他にお求めのものはございませんか。振り袖、あ、下取りするって方、振り袖ですね。前借り、他にご用ございませんか。またどうぞ。こんな状況でも私たちも生活がありますんで。腹出しはそうそう割と使える、16段以降ね、結構ね。いらせられませ、いらせられませ。この店は夜叉姫様の装備が整いますよ。どれを言いますか。かんざしですね。10両でいかがでしょう。前借り、他に何かお売りになりますか。他にご用ございませんか。またどうぞ。いらせられません。この店は風神雷神さんの装備が整いますよ。差額を払えば新しい品があなたのものに。どなたの装備を下取りしますか。雷神さん裸なの、もう。わあ、金棒2800、結構高いわね。2910両、高いわね。他にご用はございませんか。またどうぞ。いらせられません。この店はどなたさんも装備できる品が揃ってますよ。何を求めですか。あ、多分ね、鬼の刀などができるな。またどうぞ。いや、お金いるわね。ちょっとしばらくは稼ぎましょう。わしは地獄地蔵じゃ。地獄に仏とはまさにこのことじゃ。地獄のあちこちにあるわしの仲間を訪ねてくだされ、進むのにふさわしい段や良い知恵を授けてくれるはずじゃ。地獄地下11階。この11階の最後にはマンダラ地獄の鬼の八妻ピンがおるぞ。5段になっていないのなら強くなってから向かった方がいいぞ。じゃあ5段までね。はい、5段。おー、来た。マンダラ、これ大変だね。戦闘するためにマンダラって言わないで、ポンポコリンポンポコポンの方がまだ早いからいいけど、こっちはマンダラって結構言わないといけないから大変だこれ。わかんない。あちの水様、こんなんじゃなかったのに。よし、あ、しかもやられるセリフまであるから大変だこれ。大変ですよこれは。とんでもないことになりそう。マンダラ、ライジンさんなんか術覚えてんの。覚えてないじゃん。まだ覚えてない。
ボツボツボツ。よいしょ。あ、いいじゃない。うげぼわー。八つば水様、この小娘、なかなかやりますぞ。割と喋りますね、ヤシ姫伝説。マンダラボスボスボス。浜田チェックいいじゃない。いて。ちょっと雷神の装備早く買って。出たー、浜田チェックの子守歌。ヘイヘイヘイボスボスボス。あまりの久々にヒドさんにドクロマンダラ2は術が使えなくなった。結構いいじゃないの、浜田チェック。橋沼美様、ここなんではなかったのに悔しい。浜田チェックは2段になった。伸ばすの好きやな。やったねえ、伸ばすの好きだね。マンダラジョ、マンダラ78個目され。うわー、これはこれは多い。ちょっと出たー、浜田チェックの困り歌。ヘイヘイヘイボスボスボス。ててはい、出たー、雷神さん。雷神術が得意とか言ってたなら使わせてくれ。こいつは当たりパーティーかもしれないですね。いやいや、ちょっとヤシャ姫様、おにぎりを使わ食べます。ボスボスボスでしょ。割と天の着が一番活躍したい。キラリ。こいつ当たる。ボツボツボツ。でしょ。たかが小娘と穴だったのがまずかった。八つ葉瓶様、お許しを。あ、アマノジェクまだ上がってるのに他はまだ上がってないの。ルンルン。わかんねん。ってことは階層変わるたびに違うこと言いそうです。あー、そうですね。マンダラ、ここは八つま瓶ですからね。ボスボスボス。ああ、許してくれ。からお金盗んでやるから許してくれ。天の弱はお金をゴリを盗んだ。あ、よかった。すずさんいらっしゃい。ウゲボは八つま瓶様、この小娘なかなかやりますぞ。これは大変だ。雷神は二段になった。あら、ライジさん、実いつ覚えるんですか。まだ覚えません、姫様。すいません。まだかな、しら。マンダラー。痛い。出たー、アマトリックの子守歌。ヘイヘイヘイポツポツポツ。うー、たかが小娘と穴だったのがまずかった。八つば瓶様、お許しを。ヤシャ姫は2段になった。アマトリックは3段になった。子役も3段だよ。腹出しまだ上がってないのに。ちょうど帰ろうかと思ってたからよかった。ヤシャ姫上がったよ。マンダラー。ボツボツボツ。ああ、許してくれ。道具盗んでやるから許してくれ。ヘイヘイ。あ、すごいじゃない。天の弱結構役に立つね。変なところで。ウゲボボア。八つまみん様、この小娘なかなかやりますぞ。お、まとも握りゲット。やったぜ。ゴンダンマンダラ。うう、たかが小娘と侮ったのがまずかった。八つば瓶様、お許しを。
マンダラ。ポツポツポツ。ああ、許してくれ。道具盗んでやるから許してくれ。へいへい。お、わらじゲット。やった。はしわみさま、ここなぜではなかったのに悔しい。腹出しは2段になった。天の尺割と当たりなのでは。割と当たりなのでは。やったぜ、わらじゲッツ。マンダラ。うわ、やめろ。回心腹出し。受けぼぼは。八つ神様、この小娘なかなかやりますぞ。ぼぼわんまんだら。ぽつぽつぽつ。八つ神様、こんなはずではなかったのに悔しい。ヤシャ姫は三段になった。ヤシャ姫は毒消しの術を覚えた。天の尺は四段になった。早いね、天の尺。で、攻撃力上がっても攻撃しないからな。マンダラ。八つ神様、こんなはずじゃなかったのに悔しい。マンダラ。人数が多いからいろいろ言ってくる。ボツボツボツ。よいしょ。ボツ攻撃、全体攻撃じゃん。しかもハシルワミン様、こんなはずではなかったのに悔しい。雷神は三段になった。雷神は雷鳴の術を覚えた。やった。敵一人。オートが欲しいね、こうなってくるとね。オートでなかったっけ。ないね。雷神さんは、ああまあこれは一人でいいや。ボツボツボツ。八条民様、こんなはずではなかったのに悔しい。マンダラ。ボツボツボツ。受けぼぼは。八条民様、この小娘なかなかやりますぞ。マンダラ、我ら赤マンダラ四天王、赤レッド、赤マンダラブルー、赤マンダライエロー、赤マンダラサゴジョウ、四人揃って赤マンダラ四天王。テレテレテーン。うー、赤なのにブルーとイエローはそう。コロ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 。お、強い、ライメン強い。バツバツバツ。あわわ、許してくれ。お金盗んでやるから許してくれ。へいへい。6両結構、天の尺お金盗んでくれて儲かるんじゃないの。相手にやってるわけじゃないのよ、ね、盗んでるわけ。ゴロゴロゴロ。うげぼぼは、はしわみん様、この小娘なかなかやりますぞ。金ぐら91両、まだ91か。まだそんなもんか。もう300両ぐらい溜まってるのかと思ったら、そんな溜まってなかった。マンダラ。あ、こんなはずじゃなかったのに悔しい。ウボワン、ウボワン。
マンダラ。ゴロゴロゴロ。アマノジェイクがまともに攻撃した。出たー、アマノジェイクの困り歌。ヘイヘイヘイ、ボツボツボツ。ウゲボボは橋爪様、この小娘なかなかやりますぞ。ボワンマンダラ、ボツボツボツ。アワワワ、許してくれ、道具を盗んでやるから許してくれ。お、わらじ。うう、たかが小娘と穴だったとか、まずかった。八番民様お許しよう。雷神さん、わらじが OK。マンダラ、たかが小娘と侮ったのがまずかった。橋爪様お許しよう。マンダラ。あー、角が弱点っていう設定はヤシャ姫あるんですか、他のに。あわわわ、許してくれ、道具を盗んでるから許してくれ。へいへい。あ、そうですね、エンカウント率はね結構高いですよ、この桃貝はね。 2とか伝説より高いんじゃないですかね。一定のね感覚で常にエンカウントするタイプですかね、これね。出れることはないですね、もう決まってますかね。ゴロゴロゴロ、出た、アマゾリックのハットリ攻撃。へいへいへい、お前ら六角の術を食らいたいとか。敵は全員慌てて逃げ出してしまう。あら逃がさないでもいいのにつうか、アマドジャクの六角なんて大して怖くないじゃないの俺様の六角は怖いんだぜ。マンダラ、ゴロゴロゴロ。ボツボツボツ、あわわ、許してくれ、お金盗んでるから許してくれ。へいへい。ウケポポは八番人様、この小娘なかなかやりますぞ。八姫十三、ウボはマンダラ。あ、間違えた。ボツボツボツ、あわわ、許してくれ、道具を盗んでるから許してくれ。へいへい。あ、雷神も MP がないのか。ボツボツボツ、あわ、許してくれ、道具を盗んでるから許してくれ。へいへい。ウゲボボは橋爪様、この小娘なかなかやりますぞ。雷神さんいつだか、次20、荒出し48か。今一戦闘で心いくらもらえるの。マンダラ、これはちょっと参考になんないな。ウゲボボは橋爪さん、この小娘なかなかやりますぞ。2じゃね、ちょっとね。ウボワ、ウボワ、ウボウボウボワ。マンダラ。出た、アマドリクのコンボリューザー。へいへいへい、ボツボツボツ。ハチドミン様、こんなはずじゃなかったのに悔しい。
マンダーラー。ヘイヘイヘイ、ボツボツボツ、やめろな。ヤシャ姫のが1ポイント1桁になった。連続攻撃、へいへいへい、お前ら六角のお地蔵を食らいたいのか。ふぅ、気持ちいい。ちょっと宿屋泊まりますか。早いお次で2両で泊まりなさるか。ではごゆるりと。おはようございます、またお越しください。148両、雷神さんの装備っていくらだっけ。いらせられませ、このお店は風神雷神さんの装備が整いますよ。差額を払えれば新しい品があなたのものに。どなたの装備を下取りしますか。腰巻きは180ルで安いんだけど金棒が高いね。2800の2000、目標が深いとかないとちょっと忘れそうだね。2800の、180ね、はい、どうも。わらじは、腹出しは装備できんの。鬼の刀は誰が装備できんのかな。いや、わらじ、狐の旅493両。ね、93両ね。はいはい。わらじはたったの3両。天の声を記録するかね、するかね。いつもの桃が2の1に記録してよいかな。うん、確かに記録しておいたぞ。天の声を聞いておくかね。わややりた。ごよえぴき。長いの。マンダラボツボツボツ、ああ許してくれ、道具を盗んでやるから許してくれ。たかが小娘と侮ったのがまずかった。橋は神様お許しを。マンダラゴロゴロゴロ、バツバツバツ、あわわ許してくれ、道具を盗んでいくから許してくれ。だが小娘と侮ったのがまずかった。ハッスワミン様お許しを。ヤシャ姫は4段になった。アマノジャクは5段になった。お、ノルマ達成。アマノジャク、あとはあと3人、残り3人。マンダラー、原田さんがちょっとなかなかレベルが上がんないね。へいへいへい、お前ら六角の術を食らいたいのか。そう、原田さん余計なことしかしないの。マンダラー、ボツボツボツ、これがいい、これがゴロゴロゴロ。
たかが小娘と侮ったのがまずかった。アシクワミ様お許しを。雷神は4段になった。やったね。次が68、58、70。腹出しまだ26で3段だけど。腹を出せよマンダラ。うげぼぼは八津川水様、この小娘なかなかやりますぞ。マンダラー、へいへいへい、ボスボスボス。ウゲボボは八座民様お許しを。八座民マンダラー、ゴロゴロゴロ。ウゲボボは八座民様、この小娘なかなかやりますぞ。マンダラー、ヘイヘイヘイ、ボスボスボス。だが小娘と侮ったの頑張ってかった。橋田神様お許しを。マンダラー、へいへいへい、お前ら六角の術を食らいたいか。マンダラー、マンダラ、マンダラ、栄光のマンダラ、マンダラ、マンダーラ、愛の国マンダーラ、マンダーラ、マンダーラ、 They say for マンダーラ、マンダーラ、ヘイヘイヘイ、ボスボスボス。たかが小娘とあなたのがまずかった。アスワミ様お許しを。マンダラ、マンダラ、マンダ、マンダ、マンダラ、マンダラ、ゴロゴロゴロ。ボスボスボス、あわわわ、許してくれ、道具を盗んでいるから許してくれ、へいへい。マジマミ様、こんな強なかったのに悔しい。愛の国マンダーラ、眠い時に無理やり歌うくらいの勢いの歌で地味に屈伸に来る。マンダーラいいですね。今年の紅白最有力候補かもしれないね。たかが小娘と侮ったのがまずかった。まあ八つまみ様お許しを。イエス、おにぎり。マンダーラー、ボスボスボス、あわわ、許してくれ、お金盗んでやるから許してくれ、へいへい。またいい曲ができましたね。またいい曲ができましたね。たかが小娘と侮ったのがまずかった。橋場み様お許しを。197。バコツンです、桃太郎さんに。赤と大門さんいらっしゃい。マンダーラー、ボスボスボス、八島み様、こんなはずではなかったのに悔しい。腹出しは三段になった。腹出しは、お、腹出し金丹覚えるんだ。やったぜ、金丹覚えてくれるんだ。2回しか使えんけど金丹覚えるのはいいですね。2回しか使えんけど、あれ次2なの。
え、早くない？次が2から3はめっちゃ時間かかってるのに次2だって。どうだって、マンダラ極楽よりはいいですね。へいへいへい、お前ら六角の地蔵食らいたいか。あ、逃げた。敵が多い時にピンチの時にこれやってくれたらいいんだろうけどね助かった、マナジャクさんってなるけど。マンダラ、へいへいへい、お前ら六角の地蔵食らいたいか。くそ経験値稼ぎの時にこれやられるとあれだね。マンダラ、地味にヤシャシメさんが遅いからだ。アホは許してくれ、道具を盗んでるから許してくれ。お、わらじを踏んだ。う、ウギャポポは八つまみ様、この小娘なかなかやりますぞ。話は4段になった、早い。赤戸大門さんからです。さっきまですごい時間かかってたのに腹出しのこの猛チャージはなんだ5段にもうなるよ。さっき2段から3段がめっちゃ時間かかってたのにどういうこの経験値があるんだ。マンダラたかが小娘と侮ったのがまずかった。橋爪水様お許しを。謎の経験値テーブル。マンダラ、ゴロゴロゴロ、バツバツバツ、森さんが一番さんでした。たかが小娘と侮ったのがまずかった。橋爪水様お許しを。腹出しは5段になったわ。次は233だ5から6は長い。3から5まではあっという間だったのに、3から5まで6だったよ6で2段上がるんだからね天の字は35。ヤシミもう10だ。もうそこでノルマの5段になりますね。マンダラ倒せるかどうかわからんけど、一応5段で行ってみよう。ヘイヘイヘイ、ボツボツボツ。ウケボボは8番見せま、この小娘なかなかやりますぞ。あ、わらじだな、だね。天の尺は何にも装備できないんだよね。腹出しも何にもできない。わらじはできるの。わらじできた。腹出しはわらじができる。わらじ履いたぞ。それとこ鬼の刀も装備できたりするひょっとして。はだしさん、マンダラ、うう、たかが小娘と穴を取ったのがまずかった。はしばみ様お許しを。マンダラ、へいへいへい、ボツボツボツ、ふわー、うげぼぼは、はしまみさま、この小娘、なかなかやりますぞ。マンダラ、ゴロゴロゴロ、あ、壊された、ボツボツボツ。あ、どこマンダラ、素晴らしい、腹出し素晴らしいじゃない。ボツボツボツ、あわー許してくれ、お金盗んでるから許してくれ、へいへい。うーたかが小娘と侮ったのがまずかった。橋爪様お許しを。腹出しのガチャガチャした動きが癖になりそう。腹出しのガチャガチャした動きが癖になりそうなんか一人だけ駒落ちしてる感じの動きですね。橋爪様、ここなぜなかったのに悔しい。マンダラ、ボツボツボツ、
あわー許してくれ、お金盗んでるから許してくれ、へいへい、ゴロゴロゴロ、うぅ、たかが小娘と穴取ったのがまずかった、橋は神様、よいしょー、マンダラゴロゴロゴロ、へいへいへい、ボツボツボツ、お、腹出し会心、キラリン、ボツボツボツ、あわわ許してくれ、お方盗んでるから許してくれ、へいへい、う、ウゲポポは八番神様、この小娘なかなかやりますぞ、雷神は五段になった、雷神は炎の字と覚えた、技の数4で炎を呼び敵1グループに打撃を与え、あ、1グループいいですね、1グループ、あと4、天の邪が6上がる、6で上がる、じゃあ天の邪かけてボスに挑みましょう、ちょっと宿屋で休憩して、マンダラボツボツボツ、あわわ許してくれ、道具を盗んでるから許してくれ、へへい、うたかが小娘と穴取ったのがまずかった、八番民様お許しよう、マンダラうーたかが小娘と穴取ったのがまずかった、八番民様お許しよう、ヤシャ姫は五段になった、あ、降りてた、109、あ、もう109、1だ、マンダラゴロゴロゴロ、ボトボト、あわわ許してくれ、お金盗んでるから許してくれ、へへい、うー、たかが小娘と穴を取ったのがまずかった、橋上様お許しよう、天の軸は6段になった、よし、雷神さんのふんどしでも買って、いらせられませ、この店は風神雷神さんの装備が整いますよ、差額を払えば新しい品があなたのものに、どなたの装備を下取りしますか、雷神さん、どれをお求めですか、じゃあ虎の腰巻きを、虎の腰巻きですと交換するものを装備していませんね、180両で装備して差し上げます、お求めになりますか、よし、前借り他に下取りのご用はありますか、他にご用はございませんか、前またどうぞ、よし行きましょう、いや、どうやりには一応止まってから行きますかね、早いお月で2両で止まりなさるか、ではごゆるりと、おはようございます、またお越しください、よし、天の声を、天の声を記録するかね、いつもの桃が2の1に記録してよいかな、このメンバーじゃ不運にならない、確かに記録しておいたぞ、あ、健全ですね、非常にね、天の声を聞いておくかね、ロユーバチ、ムセペウシ、ゴズキセク、ノビズチマ、長い長い長い、まだ長くなりますよね、よし行きましょう、マンダラマンダー、あ、雷神はちょっとあれ取っとこうかね、あ、お、待って、雷神、まあまあ一人くらいならいいか、雷神段が上がるかもしれないね、ゴロゴロゴロ
パドパドッ。配信腹出し。八割様、こんなはずではなかったのに悔しい。マンダラ。へいへいへい、ボツボツボツ。うーたかが小娘と侮ったのがまずかった。ハチワミ様、お許しを。マンダラ。ハチワミ様、こんなはずじゃなかったのに悔しい。マンダラ。はじまみさま、ここのはずじゃなかったのに悔しい。キャハラだし。はい、111個目されちゃい。マンダラ。うげぶぼは、はじまみさま、この小娘なかなかやりますぞ。マンダラ。へいへいへい、ボツボツボツ。ゴロゴロゴロ。ボツボツボツ。あわわ、許してくれ。お金盗んでやるから許してくれ。へいへい。ハシスマミン様、ここのはずじゃなかったのに悔しい。お、つづらが。マンダラ。ほのほのちょっと威力を見るか。ほの。ゴー。素晴らしい。橋は見せま、ここんな図じゃなかったのに悔しい。マンダラ。ここここここ、ジョジョみたいな。あわわ、許してくれ。お金盗んでるから許してくれ。へいへい。橋は見せま、ここんな図じゃなかったのに悔しい。どっけし。おにぎり。マンダラ。ボツボツボツ。あわわ、許してくれ。道具を盗んでるから許してくれ。おにぎりゲッツ。腹出し開始。はじまみ様、ここなんじゃなかったのに悔しい。まあ、あそこにいたね。上に鬼がいるね。マンダラ。健全ですね。意外とこの矢姫健全でしたね。へいへいへい、お前ら六角の地蔵を食らいたいか。非常に健全。ちょっと一旦雷神の MP を回復しに行こう。マンダラ。お、アムナジュ会心。はじまみ様、ここなんじゃなかったのに悔しい。ちょっとして段上がる ?41 だから上がりそうだね。変化激しいから。マンダラ。へいへいへい、ボツボツボツ。ウケポポは、はじまみ様、この小娘なかなかやりますぞ。マンダラ。はじまみ様、ここのはずじゃなかったのに悔しい。
マンダラ。はじまみ様、ここなんじゃなかったのに悔しい。あ、ここにもつづらが。マンダラ。はじまみ様、ここなんじゃなかったのに悔しい。ただの雑魚だらけの運動会が限界だった。ヤシャ姫様だから健全なのも納得。そうですね、ヤシャ姫様はね、本当に健全ですからね。マンダラ、前のモデン2でも下品なことには絡んでませんでしたからね、ヤシャ姫さん。はじまみ様、ここなんじゃなかったのに悔しい。きびだんご、ゲッツ。どけし、ゲッツ。やっぱモデンを下品にしてたのは金太郎だったのかね。マンダラ、金太郎と浦島だった。たかが小娘と侮ったのがまずかった。はじまみ様、おいでしょう。マンダラ、この音かを。ゴー。う、上ボボは、はじまみ様、この小娘、なかなかやりますぞ。あ、これはじまみ様、そんな顔しない。マンダラ、あんまりハチドワミンっぽくないよ。へいへいへい、お前ら六角の術を食らいたいか。ハチドワミンはまだこれ違う、ただの鬼だよね。マンダラ、ハチドワミン様、ここなんじゃなかったのに悔しい。うぐぐ、あ、ヤシャ姫様、気をつけてください。この先に初つまみは岩を砕く怪力の持ち主です。なんですって、怪力の持ち主。マンダラ、はじまみ様、ここなんではなかったのに悔しい。マンダラ、へいへいへい、お前ら六角の術を食らいたいか。あ、これですね。ちょっと目の前で独断になるまで、ちょうどヤシャ天野ちゃんも上がるか。マンダラ、へいへいへい、お前ら六角の術を食らいたいか。ちょっとこれやめてちょうだい。マンダラ、へいへいへい、お前ら六角、これやめて、これやめて、六角の術食らわせないでいいから、本当に。天野ちゃんが地味に早いからな。はじまみ様、ここ同じじゃなかったのに悔しい。おにぎりゲッツ。マンダラ、ゴロゴロゴロ。たかが小娘と侮ったのがまずかった。はしわみ様、おいでしょう。マンダラ、たかが小娘と侮ったのがまずかった。はしわみ様、おいでしょう。マンダラ、
ウゲボボは八幡様、この小娘なかなかやりますぞ。雷神は6段になった。よし、ヤシャ姫ちゃんがあと20か、20上げとこうか。マンダラヘイヘイヘイ、ボツボツボツ。うーたかが小娘と穴を取ったのがまずかった。八幡様、おいでしょー。マンダラー、八幡様、ここなぜなかったのに悔しい。おにぎりゲッツ。マンダラう、たかが小娘と穴を取ったのがまずかった。八幡様、およいしょー。マンダラ、ウゲボボは八幡様、この小娘なかなかやりますぞ。マンダラ、へいへいへい、お前ら六角の術を食らいたいか。マンダラ、うう、たかが小娘と穴を取ったのがまずかった。八幡様、おいでしょー。マンダラ、バツバツバツ、あわー、許してくれ、道具を盗んでいるから許してくれ。うったかが小娘と穴を取ったのがまずかった。橋上様、およいしょー。ヤシャ姫は6段になった。ヤシャ姫は料理の術を覚えた。技の数2でおにぎりを作れます。天の塾は7段になった。天の塾は竹攻撃を覚えた。竹攻撃を覚えた。あたらひぐ、あなたじゃ19だから。よし、じゃあ行きましょうか。来いよ、八つまみ。うんがろうんがろ、貴様がヤシャ姫かい。わしが八つまみん様よ。うんがろうんがろ、人間と仲良くなった情けない鬼めが。どれ、まず貴様を倒し、その後でゆっくり地獄王を討ち取るとしよう。ふへへへ、うんがろうんがろ。マンダラ、行くわよ。題名、竹攻撃。コロコロコロ。ん？天の塾はニンニクを食べ始めたぞ。ポリポリポリ。そして大きな口を開け、プハー。八つまみんはニンニクの匂いに耐えた耐えた。うんがろうんがろ、効かん効かんわい。これで精一杯かい。ふへへへ。え、それでそう精一杯？地獄王はそんな攻撃じゃ倒せないわよ。はい、110段ごめん、いない、うんがろですからね。うんがろなんてこいつしか言わないんじゃないですか。目の方が結構便利なんだよ。ゴロゴロゴロ、普通に攻撃した。うんがろうんがろ、今ならマンダラ王様に取り出してやってもいいぞ。金丹があれが来たらまずいから、金丹がけど、ゴロゴロゴロ、へいへいへい、この銭でうちでの小槌でも買いな。流せよ銭払い、こらこら。あ、お金を拾うのに夢中になっている。相手止めてくれるとか。うんがろう、こんな小娘にやられるとは、なぜだ。弱かった。あなたこれで地獄を倒そうと思ってたの？
少子ね、まったく。70両捨てて40両戻ってきた。おいマイナス30両じゃないかパチパチパチ。うわぁ。ここは、鬼ヶ島に作られた、マンダラ王の砦。へへへ。八妻瓶を倒したが、やるな、ヤシャ姫とやら。しかし、所詮八妻瓶など、ただの下っ端の一人。あんな小娘、マンダラ四天王の敵ではないわ。早速報告が言ってる。早いね。地下10階。マンダラ地獄の鬼のせいで、ここ地下10階、そして9階は一面炎の海です。金丹ちょっと。金丹。ふう、気持ちいい。あ、浮遊がないから痛いのこれ。あ、痛い。高齢者ができる敵。あ、ライジング死んだ。結構ダメージ受けてる。うわははは、痛え。大ダメージ受けてんじゃんこれ。うわあ、ちょっとライジングが死んだんならちょっとダメよ。あ、これ持って帰って帰りましょう。ライジン、まさかこんなに受けてるとは。うわごめんねライジンさん、まさかこんなに受けると思わなかったんだ。私は医者だが、何かご用は終わりかな。誰の大怪我を治療するのじゃ。雷神さんじゃな。診察に36両いただくがよろしいかな。さすれば、さればチチンプイプイ。ほーれ、もう大丈夫じゃ。何ご用は終わりかね。何かあったら手遅れにならんうちに来るようにな。運営はまだないんですね。あ、しかし、茶店に浮遊の玉とか売ってませんかね。ちょっと浮遊の玉って売ってない。いらっしゃい、茶店でお休みなされませ。何をお求めですか。そんなものはなかった。他にご用はございませんか。またどうぞ。ダメージがめっちゃ痛いね。雷神さん一ポイントいくつだ。30あったんだね。早いお次で2両で止まりなさるか。ではごゆるりと。おはようございます。またお越しください。街が10階は大変ですね。お金もちょっと、あれ、お金か。お金220億円。120億円。これは全部ヤシャ姫のね、部下ですね。はい。いやいや、そこまでは。何じゃないですかね。ヒットポイント管理、気をつけよう。マンダラー。ああ、許してくれ。お金盗んでるから許してくれ。いい気になるなよ、ヤシャ姫。貴様だと、竜神バラム様の炎で焼かれてしまえ。あ、セリフが変わった。竜神バラムになった。マンダラー。おのれやしゃ姫、竜神バラム様の炎を消せるものなら消してみろ。はい、131個目だね。今日始まったんでね、またプレミアない人は、YouTube の方でね。マンダラーイ。そんなもんですね。偏ってますかね、かなりね。いい気になるなよ、やしゃ姫。貴様だと竜神バラム様の炎で焼かれてしまえ。割と思ったよりね、使えますね。マンダラ。思ったよりですけどね。汚い体から飲みと調べ放った。お、しびれが下げる。やられた。だが竜神バラム様にまぐれが通じると思うなよ。
あ、ちょっと待って、いつの間にか終わってる。マンダラ、ヘイヘイヘイ、ボツボツボツ。おのれヤシャ姫、竜神バラム様の炎を消せるものなら消してみろ。マンダラ、ぬぬ、やられた。だが竜神バラム様にまぐれが通じると思うなよ。あ、羽衣買ってくるの忘れた。いざという時戻れなくなっちゃうね。羽衣買ってこないといけないね。ヒエンの人、ん、ニンニクを食べ始めた。ぷはー、ぬぬ、やられた。だが竜神バラム様にまぐれが通じると思うなよ。羽衣買わないと。ちょっと羽衣あったっけ、1枚しかなかった。次で飛燕覚えてくれたらいいんだけど、まだ220だから当分先だ。マンダラ、アムナジョクの子供たちがドクロマンダラに努力。ボチュッ、今の攻撃は何だった。腹出し会心。いい気になるなよ、ヤシ姫。貴様だと竜神バラマ様の炎で焼かれてしまい。チュッチ技、チュッチ技でしたね、今ね。マンダラ、ゴロゴロゴロ、へいへいへい、この銭でうちでの小槌でも買いな。あー、ダメだ、竹攻撃これがあるから。まあボス戦だったらまあいい、便利だけど、雑魚戦でこれはちょっとあれだね。いい気になるねよ、ヤシ姫。貴様だと竜神バラム様の炎で焼かれてしまい。70両だから結構、今の時点で70両ばらまかれるのは結構痛い。マンダラ、埋めにしとこう。ぬぬ、やられた。だが竜神バラム様にまぐれが通じると思うなよ。いらっしゃい、茶店でお休みなされませ。何をお求めですか。ご注文繰り返します。羽衣ですね。他にお求めのものはございませんか。他にご用はございませんか。またどうぞ。まあそんなに減ってないからいっか。腹出しが段が上がりそう。マンダラ、間違えた、たったけ。竹はお金ばらまいてくれるのがあるからね、ちょっと怖い。おのれ、ヤシャ姫、竜神バラム様の炎を消せるものなら消してみろ。マシリトやアマノジャット、あの人どんだけ怖がられてたんだろう。そうだね、135個ぐらい有名なね、編集者、一番世界で有名な編集者。ヘイヘイヘイ、ボツボツボツ。すぐにボツにしたんでしょうね、ボツボツって。おのれヤシャ姫、竜神バラム様の炎を消せるものなら消してみろ。
マンダーラぬぬー、やられた。竜神バラム様にまぐれが通じると思うなよ。マンダーラー136個もさないじゃん。赤マンダラモーンでモーンっていう人に似てる。おのれやせ姫、竜神バラム様の炎を消せるものなら消してみろ。モーン、マンダーラーモーン、ぬぬー、やられた。竜神バラム様に、だが竜神バラム様にまくれが通じると思うなよ。モーン、エンカウント高いですね。出る出る出る、もうイントロがあんな鳴り終わる前に出てきますからね。マンダーラー、おのれやじゃ姫、竜神バラム様の炎を消せるものなら消してみろ。運が良かったらね、あのイントロはあります、終わりまでいけるけど。でんてんれんでね、ここら辺で出てくるから。マンダーラー、おのれやしゃ姫、竜神バラバ様の炎を消せるものなら消してみろ。桃伝シリーズは円価率高めだと思う。大体高めですね、社長が高いの好きだったからね。マンダーラー、これ高くしないとダメだよな。プレステの時だっけ、なんかね、エンカウント率ちょっと高いから低くしてたら社長が来てね、あの、おい、これ低すぎだろ、低くしたらすぐクリアされちゃうじゃないか、もっとプレイ時間伸ばさないと、もっと高くするんだみたいなこと言ってね、高くなっちゃったとか、なんかありましたね。それでプレステ版は異様に高いみたいなね。マンダーラー、まあ昔から高かったですね、桃電話でも大体。いい気になるなよ、ヤシャ姫。貴様など、竜神バラマ様の炎で焼かれてしまえ。さあ、10階に来ました。熱い熱い熱い。気をつけないと。マンダーラいい気になるなよ、ヤシャ姫。貴様など、竜神バラマ様の炎で焼かれてしまえ。トマス、痛い痛い痛い。25トマス、うわ10食らうな、10、いてててて、てちょっと待って、痛いね、腹出しの金タンが、金タン、ふう気持ちいい、金タン、ふう気持ちいい、あてい、あてい、あたたたたた、金タン、ふう気持ちいい、腹出しが死ぬ、癖になりそう、うう、癖になりそう、癖になりそう、熱い、うわ、おにぎりおにぎり、この体力で10ダメージは厳しい、厳しいね、うん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 、熱い、天の弱で最大ヒットポイント38だ、うん、脱げた、ヤシャ姫服脱いだ方がいいですよ、いやよ、私鬼だけど服は着るのよ。マンダー、あ、新キャラですね、新キャラ、何マンダラ、あ、もうジュムマンダラ、ジュムマンダラ、痛くない、あんまり痛くないね。腹出し開始、ボツボツボツ、
いい気になるなよ、ヤシャ姫。貴様だと竜神バラマ様の炎で焼かれてしまい。お金持ってる。マンダラ。雷鳴で1コロだったりして。ゴロゴロゴロ。雷鳴でもちょっとある。みんなしてセリフ残してくんですね。そうなんですよ。みんなセリフあるんですよね。出るときにマンダラーって言うしね。ヘイヘイヘイ、ボツボツボツ。おどれ、ヤシャ姫、竜神バラボ様の炎を消せるものなら消してみろ。体しは6段になった。250。鬼の刀を見てきた。お、腹出し持てる？ちょっとして。あ、持てるじゃない、腹出し。やったぜ。よかった、マンダラ。鬼の刀買わなくてよかった。おのれ、ヤシャ姫、竜神バラム様の炎を消せるものなら消してみろ。お、あそこにトゥトゥラが。マンダラ。まあ、いいだ、竹はちょっとな、お金落とされたら困るからな。ゴー。へいへいへい、お前ら六角の術を食らいたいか。ああ、炎の術がもったいない。マンダラ。うわ、これ吹いてかれた。痛い痛い痛い。多いね。ゴー。さざ波。いてててててて。腹出し開始。さざ波使ってくるのか、炎の改造なのに。バトバトバト。あ、おい、許してくれ。道具を盗んでやるから許してくれ。いた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 。いか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 。腹出し大丈夫か。腹出し大丈夫か。あ、腹出し、腹出しや。腹が出てるから。いい気になるなよ、ヤシ姫。貴様だと竜神バラム様の炎で焼かれてしまえ。うわー、200両ゲッツ。ドケシゲッツ。やりましょう。ちょうどいいね。腹出しが。羽衣、羽衣。はい、ちょっと腹出しさんを直して、腹巻き買ってあげましょう。私は医者だが、何かご用は終わりかな。誰のお怪我を治療するのじゃ。腹出しさんじゃな。診察に36両いただくがよろしいかな。猿はチチンプイプイ。俺もう大丈夫じゃ。他にご用は終わりかね。何かあったら手遅れにならんうちに来るようにな。よし、あとは天の声聞いて終わりましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。 PC エンジン版桃太郎伝説外伝第1週は毎週土日やってます。また明日日曜日午後からお会いいたしょう。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。天の声です。サトピポツオマウトは、あ、コニネソミオモウトホカベラヌベ長い。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。またあるぞ。2ページ目に渡ります。はい、お疲れ様でした。おつかいでん、やさしめ伝説、また明日。